模試でミスったらラッキーですからね。もう翌日までに全て終わらせろ。これメリハリがつくんですよね。ね、じゃあおめえ、じゃあ偏差値何から模試受けれんだよ。一生受けねえから、お前とっとと受けろ。ハローデア、始まりました、森田ちゃんです。今回ははいどうもはいどうも、はい、同じ T シャツってバレてるじゃん。うん、そう、同じ日だっていうのバレちゃってますよ。総理先生に来ましてお願いします。ね、もしダメでもうやだってへこんじゃう人いるじゃないですか。なあ、本当にめちゃくちゃ多くて、予備校でびっくりするのは模試の成績が悪くて次の日の授業を休むって子がめちゃくちゃいるんですよ。ああ、そうなんですね。こんなに影響するんだっていうぐらい、だからスタッフとかに聞くともうしょっちゅうあるって言ってました。ああ、そうなんですね。どうなんですか、指導先生。メンタルドクター指導あいつ全然動画上げてんけど、何やろ。いや、まあ、確かにうちの生徒でもその、はい、へこむ子とへこまない子っているんですけど、僕の考えですけども、あのへこんでる暇がないんですよ、へこむ人はね。へこむ暇がない人に限ってへこむんですよ ね、 そうね。だからまずはね、その模試なんて全然どうでもいいし、ぶっちゃけ模試でミスったらラッキーですからね。そうですよ。いや、もう劇的にもうね、爆運持ってますよ、模試で死ぬとか。だって本番死んでないんだから。そうです、その通り。いや、助かったって思うぐらいのポジティブな心がないとやっぱねダメよ。 そのための模試ですからね。そう、あの、避ければラッキーだし、あの、ミスったらラッキーなんですよ。やったってね、学ぶことが多いね。本番じゃなかった、もういくらでも解釈はできますから。どんなに状況が悲観的であっても前向きな人っていうのはね、最後は、ね、勝負勝ちますよ。はあ、どんなにね、あの、模試がぐっちょぐちょでね、もうね、ぐちょぐちょ、いいいいいいいみたいなね、もうね、ぐっちょぐちょのね、いいいいいいみたいな。けど俺は勝つと。そうです、僕もそうでしたからね。そう、全部 B 判定ですから。すごくないですか。関係ないですよね。だから関係ない。東大理さんでもこういうことが起きるんですけど、模試全部 A 判定のやつが落ちてんですよ。うん、そうです。で、全部 E 判定のやつが受かってんですよ。なんでだと思います。やっぱりこれはメンタルなんですよ。ドクターミキティみたいになっちゃった。指導いや、使っていいのかな、写真。え、全然大丈夫。、はい、許可もう好きにしてください。じゃあコラボ待ってます。ツイッターで結構、いや、ツイッターすごいっすよ。伸ばし方を、伸ばし方を分かってますね。本当にね、口から出まかせですよ。メンタル分かってますね。人の心分かってる。いや、まあね、自分のメンタリティを正確にコントロールできるっていうのは、うん、計画管理と同じぐらいのレベルで大事なんですよ。なるほど、うん、ペシミスティックですか、はいはい、ね、悲観的な英語に変えましたね。ペシミスティックな、ね、状況であっても、やっぱりね、自分が最後はね、そのビクトリーするんだっていうね、もう気持ち、ビクトリーですね。そう、ビクトリーするか負けちゃうなっていうね、気持ちがあると、それはね、行動に反映されますよね。なるほど。だからどんな状況が悪くてもそれを楽しんでほしいなっていうのがあって、模試の結果に一喜一憂しちゃうような生徒にはやっぱり前もって言いますよね、そのメンタル的な要素については。要は、あなたはその勉強できていると、もう十分ね、問題集も進んでるし、理解度も高いし、先生からの評価も高いよと。だけれども、一つのネックはやっぱりそのメンタルコントロール。はあ、なるほど。例えば、もう大体ね、もうこんだけ受験業やってれば分かるんですけども、できる子でもね、やっぱり最初の1校をミスると、医学部受験って、まあ、本当に10校受けますから、ね、8校から10校ぐらい受ける子もいるので、バタ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 っとね、あ、ドミノのように。そうなんですよ、本当に起きるんですよ。だから要は、まさかね、落ちると思ってなかったところで、まあ、不合格が来てしまうと、もう本当にね、如実にその後の、要はパフォーマンス影響する子っていうのは実際いるわけで、まあ、そこで影響しない人もいるんですよ、やっぱりね。もちろんショックだけども、ね、明日は明日の風が吹くやろって思うやつはやっぱ強いですよね。なるほど。ね、あの、今日落ちようがね、明日は明日やろうって思うやつは強いですよ。けれどもね、今日落ちたことを引きずるみたいなね、ですよ。全部ね、関係ないじゃないですか。だって1個落ちたことと次のね、学校が落ちることって全くね、独立のものであって。あ、そうですね。そうなんですよ、廃班なんですよ。だから条件としては関係ないのに、
勝手にその条件付き確率にするやつがいるわけですよ、はい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 、要は前のとこ落ちたらこう次のね受験校が受かる確率が下がるとかね、はいはいはい、そんなね前提条件は関係なくてただの独立廃反なね事象なのにもかかわらず勝手に影響を与えてしまうんです。ルーレットで黒が出て次が赤で黒が出て赤が出てみたいな、なんか黒が4回出たから次は赤だとかって勝手に関係ないように思っちゃう。関係ないんですよ。なんだけども要はそれをねマイナスに捉えるっていうのが一番良くなくて、うん、要はルーレットだってその外れたってそれは所詮2分の1で外しただけであってそこに自分の感情が入ったからやっぱりすごいねその要は大きく心がぶれるわけですけども、うん、感情っていうのはちゃんと切り離さないと、うん、要はその生活とか翌日からの勉強に影響を与えるようなプレイスタイルはあまり進めないです。なるほど、はい、模試の復習でこれ気をつけろとかあります？復習は必ずもう翌日までに全て終わらせろ。ほう、なるほど。長引かせるなっちゅうことです。で、もう一つですね。1ヶ月後にやれ。おー、なるほど。あのね、模試の復習ね、みんなね、息をよとやってね、うわ、やった、模試復習したぜってね、100% 忘れてっから1ヶ月後。ああ、なるほど。はい。模試ってね、すっごい不便なんですよ。なんでって、冊子が分かれてるせいで、復習しにくいんですよ。はあ、はあはあはあ。まさかね、その直前期にね、模試全部引っ張り出してね、復習するってすごい効率悪いんですよ。もちろんやりたいんです、やるんですけど、冊子化されてないじゃないですか。はいはい、もうあと1日しかなくてね、模試復習するか、今まで5週やった問題集復習するかって言ったら、そっち、ね、後者やった方が絶対効率いいですよね。で模試って、すごい大事なようでみんな復習漏れするんですよ。なるほど、確かにバラバラで、まあ、なくしちゃう人とかもいますし、ね、だいたい科目ごとにバラバラな時点でもう超めんどくさいですし、うん、しかもそれがね、もう模試だって年間で7、8回受けてたらそれがブワーって並んでるわけでしょ。うで、ね、で背拍子もついてないんで、はいはい、わけわかんないですよね、どこにどれがあるか、ね、そうなんです。だからすごい効率が悪くなりがちなんですよ。なので、まあ、ファイリングをきれいにするっていうのも一つだと思いますけれども、やっぱそのファイリングに時間使うのももったいないですから、はいはいはい、復習の、ね、日付を決めることです。模試の1ヶ月後に必ずこの模試の復習をする。9月8日に模試があったら10月8日に予想模試を復習するって、もう計画表に入れることですね。なるほど、はい、だからそれをやらない人っていうのは、まあ、多分ね、見てる人のうち本当に10人に1人しかやってないと思います。みんなやってないですよ。で、もしせっかく受けたのに単なる短期記憶になって終わる。そうですよ。なんかね、予備校のラウンジで答え合わせしてみんなでこれできた、あれできたとかって楽しんでる場合じゃないですよ。そうなんですよ、まあ、森鉄の作った模試はどうでもいいんですけど、作ってないですから大丈夫です。復習しなくていいし、うん、おっかたちが作ってるから模試の頻度、キャラクターにね合わせるんです僕は。おーおー。例えば模試ってすごい、まあ、イベントと捉える人もいるんです。はたまた、まあ、そのイベントの中でも苦痛なイベントとして捉える人がいるわけですよ、はいはいはい、うん、スポーツでもね、その要は練習試合が好きな人とね、もう練習試合も嫌だわっていう人いると思うんですけど、そのプロフィールに、ね、従って分けますね。なるほど。ストレスになりすぎてもやっぱり僕は良くないと思う、はいはい、まあ、その9月10月の段階でね、やっぱりそうやって毎回負荷をかけられるというのは結構勉強にね、まあ、そういう人は支障出ちゃいますから、あまりそういうことはしないですね。けれどもやっぱりこいつは模試をステップにしてバンバン飛んでいくタイプだというやつに関してはもう毎週受けさせます。僕も毎週受けてたんですよ、90は、うんうんうん、はい、もうだから全然受けもしない、なんとか大オープンとかも全部受けて、とりあえず毎週を模試しようって思ってたんですね。なるほど。で、これはね、やっぱりね、秋防止っていうのありましたね。やっぱりメリハリがつくんですよね、うん、で、やっぱり日曜日が毎週模試だってなると残り6日間の勉強効率も上がりますし、だって日曜勉強できないわけだから、うん、その分ね、要は6日に凝縮してやらなきゃいけないっていうふうになって、なるほど、わざと自分に足かせをはめるわけですよね。人よりも 1日少ない可能性があるから6日でやらなきゃいけないって思うと、まあ、効率が上がりますよね。本番に近しい環境ですし、まあ、あとはね、自分で気づかない穴に気づけるっていうのは模試の、うん、もう最高のね、利点ですね。当たり前だけど数を受ければ時間配分がうまくなって、そのマネジメント力がありますよね、うん、だからそういう意味で模試を使う、要はポジティブに使うことができるのであれば僕は受けまくっていいと思います。変なこと言うやつがいるんですよ。まだ勉強終わってないんで模試受けれませんっていうやつがいるんですね。全然僕模試受けれるレベルじゃないですね。いますね、そういう人、ね、いるでしょ。はいはいはい、いますね。模試受けれるレベルじゃないとかいう人、模試受けれるレベルじゃないって言ったやつね、じゃあおめえじゃあ偏差値何から模試受けれるんだよってね、お前それ偏差値も分かんねえじゃねえか、模試受けなかったらって。見てる人絶対いるからね、このこういう人ね、謎のプライド、この問題集が終わったら模試受けるとか、
あここまでやったら模試受けるとかね、一生受けねえからお前取っとと受けよう、ね、自分の状況を見たくないだけなんですよ。ただ恐れてるんですよ ねビビりなんですよ。要は自分がその模試を受けてできないっていうね判定をね、まあ、その反抗されるのが嫌なんですよ。だから自分の位置分かんないと作戦も練れないですからね、その通り。もう Google マップと一緒ですから、現在地分かんなきゃ目的地までの距離分かんないですからね、最短コースも分かんないですから、もう受けて持ってきてください。とりあえず恥ずかしくないから、そんなのはね、俺らはね模試の成績で人判断しないですから、そっからのね、まあ、要は傾きで判断します、ね、そう今の、ね、座標じゃないんですよ。そっからあなたが走り出した時の微分した値で判断するんですよ。出た微分、はい、F'X で僕は判断しているのであって、ね、あなたの今のねスカラーチで判断してるわけじゃない。スカラーチ、ね、そうなんです。あなたの絶対値でね判断してるわけじゃないので、変なね中途半端のプライド持たない方がいいですよ。でまず受ける、そうまずは受ける。よかったんじゃないですか、これで無知のね、細井先生とね、飴の指導先生ということで。いや僕飴でしょ。飴じゃないでしょ。いや飴でしょ。どんだけ生姜とか入ってるんですか。いや生姜とかも唐辛子がめちゃめちゃ入れられてる。俺はね、優しいこと言うやつはね嘘つきだと思ってます。褒めて伸ばすって言葉があるんですけど、生徒のためになったんやと思うよ。そりゃ褒めるし、あのできてるところをねちゃんと見つけてあげて言うんですけど、それは結局結果を甘んじる結果になると思いますよ、僕は。極限まで褒めてもいけないと思う。なるほど、じゃあまあバファリンぐらいがちょうどいい、半分優しさ。 Be sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.